たすらなんか下を向いておもちゃを分解したりするんですけど。え、初日？サバイバルダンス。いえ、また俺が滑ったみたいになってる。イェイ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 ！プチェンジエブバディ！サイ&コー DJKOO でございます。この度私 DJKOO なんと YouTube チャンネルを開設いたしました。はい。なんで開設したかというとですね、私 DJKOO なんと DJ 生活40周年を迎えることができました。プン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 自分でも言うという。はい、18の時にですね DJ を始めて58なんで、もう今年で40周年ということで、これからですねさらにいろいろなチャレンジを重ねていくことで、そのやっぱり現役というところをですねますますはびこっていきたいなと、今までよりも踏み込んだことをですねやっていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いいたします。記念すべき初日ということでですね、今回は YouTube 始めたので、お友達に電話してみましたイエーイというわけで、突然ながら交流関係のある人たちに直接携帯に電話をして、話をしてみたいと思います。ABEX のですね、まあ、後輩というにはおこがましいんですけども、ELT のいっくん、一郎くん。もう今お昼だよね。もしもし。あ、もしもし。いっくんですか？お疲れいどー。お疲れいどー。ごめんね、急にかけちゃって。今大丈夫？あ、今大丈夫ですよ。え、何中？何中？ファンクラブの解放の、なんか、原稿とか書いてます。ファンクラブの解放の原稿。え、いっくんそういうことするの？いや、実はね、今ね、ごめんね、急に。俺ね、YouTube 始めましちゃったーなんですよ。マジっすか？マジっすよ。なので、忙しくもうね、俺結構ね、忙しくないと不安なの、なんか。毎日が。なんか、新人俳優。今ちょうどね、はい、撮影してて、誰かに電話していきましょうっていうことをやって、やっぱりいっくんだなぁ。そういう感じなんすね。やっぱりいっくんだなぁと思って。いっくんもやってるじゃん？もう半年以上経ちまして。うんうん。いっくんはさ、YouTube で、どういうアイデア系やってるの？自分のチャンネルだと、声を発さないで、その3分以上、映像を回すとかだと、民放のテレビとかだと不可能じゃないですか。はい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 。それができるんですよね。それが僕、ひたすらなんか下を向いて、おもちゃを分解したりするんですけど、僕。わあ、いいなぁ。アルバ、いやはい。もう聞こえますね。はい。俺、片手でやってんだよ。あ、ということで、なんか長くなっちゃって、ごめんね、ずいぶん話しちゃって。じゃあ、ファンクラブの皆さんにもよろしくお伝えください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いや、さすがですね。ね。だってさ、自分の YouTube で、3分が音なしで、サイレントで、ずっとなんか分解してるだって。そういうことなのかいな、YouTube って。そういうことですよ。いろんなパターンがありますし。はい、というわけで今赤羽にいますけれども、はい、後輩のアイドルグループの大阪春夏秋冬。プルルループルルルルー。ああお来た大阪春夏秋冬春夏秋冬元気？ごめん急に連絡しちゃってごめんな。何中今？ミーティングするの？何のミーティングしてたのよ。今後ツアーとかがあるんで、それのミーティングしました。いや、ミーティングするよ。する。っていうか、実はちょっと報告があって連絡したんだけど、俺、YouTuber。なんでハハハなの？で、今ね、YouTube で、カメラ回ってるんですよ。おー、ありがとう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 。で、せっかくなんで、YouTube を通じて、お知らせ的なことはあるか？いっぱいあるんですけど。あ、じゃあ、一人ずつ、一人ずつ。5月に、うん。おー、やったー、アルバムリリースだって。今まで私たちが5年間歌ってきた「ベイビーベイビー」って全然最後最終レコーディングさせていただいて、うんうん、はい、いや違う違う違う、いや俺がちょっともうちょっと近づいてこうやって聞きよく聞こうと思って近づいたから。いや、なんだ？何何？はい、あ、まだあるのね。はい。ま、あ、またねだね。またね。ごめん、ちょっと今ね、電波がね、悪くてね、途切れだった部分もあったんで、YouTube と始まったらさ。ちゃんと登録してね。ありがとう、リゴと甘と。ありがとう、バイビー。多分ね、仕事中だと思うんだけどな。マリエっていうこと、いいとよ、マリエちゃんに。おお。仕事中だと思うんだよね、俺。撮影とか忙しいですかね。あ、出ないね。各地いいよね。よくマツコ、あ、お、もしもし。お疲れ様です。あ、いいとよだー。かけてくれた、嬉しみー。イエーイ、いいとよ、ごめんね。ドラマの撮影で、うん。おうおう、どうされました？いや、実は、YouTube を始めました。だから今日がね、初日なの。え、初日だから、初日頼みのイートヨマリエティですよ。ちょっと弱い私。いや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 、弱い。え、今回ドラマ言えるやつなの、今。あ、言えます、言えます。abema TV で、2月8日、から配信の「僕だけが17歳の世界で」っていうファンタジーラブロマンスで佐野勇斗君っていう俳優さんと一緒にやるんですよ。恋愛もの久々に。え、恋愛ものって、え、うわえ、恋愛ものってさ、また前の何のドラマだっけ、お風呂のシーンとかあるの？あ、お風呂のシーンは、うん、見てください。うわいや、そういう感じじゃないんですよ。あ、そういう感じじゃないのか。今どのぐらいまで行ったの？いや、まだ全然です。あと1ヶ月ぐらい、もうバーっとあります、ね。うわー、じゃあもし監督さんに DJ のシーンがてか今度なんか渋谷のあるところで遊びに行くっていうシーンがあるんですよ。マジで？俺映り込みてえ。映り込んでください。あ、言っといて。ちゃんと普通のタピオカ飲むシーンがあるんですよ。あ、タピオカの店員さんとかにとかね、お願いします監督。いや、タピオカ最高だぜみたいな感じでちゃんと演技するんで。最高ですね、それ。いやー、でも忙しいだからありがとうね、折り返してくれて。ありがとうございます。ありがとう。また連絡する。頑張ってね、ドラマ。はい、ありがとう、ありがとう、ありがとう、あまとう、ありがとう。いいとこかかってきちゃった。マジ半端ないです。いい人っすね。切りますよー。はい、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。どう、いいとよ。いい子でしょ。17歳のやつ。楽しみだね。こうさん、ドラマ出たいんですね。やっぱりね、出たいよね。はい、やっぱりこの人には直伝したいなと。大悟君。もしもし。もしもし。もし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  DJKOO です。DJKOO です。お久しぶり。お久しぶり。いやちょっと大学今大丈夫？今移動中です。ちょうどどうなさいました？お久しぶりです。お久しぶりです。ちょっと俺 YouTube 始めたんで。YouTube？ そう。YouTuber になったんですか？ YouTuber でございます。はい。電波が。もしもし。もしもし、はい。聞こえてます。Easy to dance! ちょっと、大吾君、それ、自分で結構寄せてると思ってるけど、俺が滑ってる感じになってるんで。いやいや、でね、俺 YouTube 始めて、お友達に連絡をしましょうみたいな企画中で、今もう、NOW ですか？もうオンです。すいません。オン、そうだ、さ、ちょっと前になるけど、はい、奥様のお誕生日の時に、変な LINE 送っちゃってごめんね。時俺、ちょうど大吾君に送ってた時に、うちの娘とも LINE を家族 LINE してて、ファミリー LINE で。でもう今日家帰ってもうちょっと時間ないからお風呂入んなくていいって娘に打ったつもりが大吾君にお風呂入んなくてもいいって送っちゃったんですよ。あ、来ましたね。確かに。なんかそれ俺一生の不覚だなと思っていまだにちょっと恥ずかしいんだけど。いやでも入んなくていいと思いますよ。いやいやいや、だからちゃんと入りましたって。寒い夜だから寒い夜。というわけでYouTube 始めたんで、チャンスがあったら大吾君にもちょっと声をかけさせていただくので、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。いえ、お忙しいところ本当に MAAC でした。 MAAC なんすか？マジで心から感謝してます。 OK はい、何？俺からじゃあ KOO で KOO。 はい、何でしょう KOO。 コウさん、はい、おめでとうおめでとう。どうもありがとう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 。イエー、はい、ありがとうございます。イエー、また俺が滑ったみたいになってる。面白いでしょ大吾君、最高ですよね。めちゃくちゃいじられてましたね。マークもさ YouTube やってるんだよね。さっきパパは今電話中ですけど、ね、ジャニーズ事務所の方にね、はい、すごく世話になったなって思いが ね、はい、うん、よくなんかお世話していただいたなっていう思いの方がね、はいはい、すごく強くなるんですね。はっきり言うと。なるほどね。